甲賀山は岐阜県郡上市と関市にまたがる小志山地東部の標高線2 2 4 2 0メートルの山、農美平野最北の長良川の流域に位置する。別称が甲賀学。奈良時代に建てられた甲賀神社が山頂の2.5キロメートル南南東の麓のホラド地区にあり、古くから山岳信仰の山として知られている。山名は藤原隆光が、 隣の久子が竹に出没して、里人を苦しめた魔物を退治した伝説での、ひいでて高きゆえまためでたいという意味に由来する。江戸時代に甲賀神社には円空が倒廃し多くの円空仏を残し、円空ゆかりの地として、石ホラド円空記念館が併設されている。麓の甲賀神社の大鳥居から甲賀山を望むことができる。甲賀神社から甲賀川上流側の宮下。 林道沿いに、黄河の森公園が整備されている。山体は、流門岩類で構成される。新鮮美野市で、遠く、これを望めば、八幡のごとく、県有、ゆえに、金国みな八幡山という、最も終罰なりと記されていて、能美平野から特徴ある山陽を望むことができる。岐阜百山の一つに選定されている。山域は、岐阜県により、 奥長良川県立自然公園の区域内に指定されている。黄河山、久子が竹、今淵が竹の山山が高賀山山と呼ばれ、その最高峰である。古くから修験者などにも利用されていた高賀神社からの三坂峠を経て山頂に至る登山道がよく利用されている。新緑は5月中旬頃、紅葉は11月中旬頃に見られる。 久子が竹方面から中身の林道を利用して、三坂峠経由で登場されることもある。山頂には、天明、甲賀山の一等三角点と、天保十二年と刻まれた、ホッケ塚が設置されていて、樹冠から農業白山、白山、乗倉岳、御嶽山などの山を望むことができる。山陸の甲賀神社の鳥居と甲賀山甲賀神社から、宮下林道を経て、 高賀の森公園から登山道が整備されている。この高賀神社駐車場からのルートは、岐阜県による岐阜県産のグレーディングで、技術的難易度がランク A、体力度が2、1から10とされている。高賀の森公園から、日の木の植林地を進むと、両線合流部の三坂峠の間には、不動の岩屋と呼ばれる修験者が利用した巨石がある。 上部は雑木林に覆われている。三坂峠から稜線に沿って北西に登ると40分ほどで山頂に至る。毎年4月29日に甲賀登山大会が開催されている。高畑温泉方面偶がホがダ谷からの林道を進み、北東尾根に沿ったルートは踏み跡が少なく、道が途切れる箇所もありあまり利用されていない。福井県と岐阜県境の小指山地の主両線の 滝並山の東側付近から南南東に伸びる、稜線上にある。この稜線の東側には、長良川が流れ、西側にはその支流である板取川が流れ、その支流の高架川の源流の山である。西側に伸びる稜線の暗部は、壁峠で、オーレ道と高架川の分水嶺となっている。能尾平野の南側の鳩吹山から望む。 甲賀三々と白山南西700メートルほどの久子ヶ岳との暗部には三坂峠がある。三坂峠に南東200メートルに京の戸から妖馬にさらわれた地後の霊を慰めたと伝えられる峰茅子神社がある。以下の長良川の支流などが源流の河川であり伊勢湾へ流れる。天略年間、美の国に去るドラヘビという妖怪がいることを知った朝廷は、 藤原高光を派遣し、これを追悼した。詳しくは、猿、虎ビ項目を参照。甲賀六社は甲賀山を主法とした山の山陸にあり、甲賀山を囲む六つの神社。上記の妖怪伝承に関連し、いずれも藤原高光が創建と伝わる。かつては六社巡りという、この六つの社をお根伝いに一日で歩いて巡る苦行が存在した。 岐阜県関市の甲賀神社にある高光港と猿、虎蛇の像。ありがとうございます。